ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットは始めていきましょう。せっかくだったら、お、入りましたね。なんか相手相当動きが悪いように見えるが、危ない。もうほとんど時間ないです。終了ですね。
コはあのキャピタル東京公式戦となります。ではあります。もちろんここも勝っとく必要はありますね。今トップとは2点差。入った。これ2選手点。戻ってきたくるみ、しっかりゴールに叩き込みました。終了です。誰も疲れてる人いませんね。このまま行きましょう。まあ、すぐ疲れる人が出ると思うんで、そこで選手交代です。早く3人疲れてる人がいる。結局変えることになります。相手はそんなに疲れてないのが気になるところ。あーっと同点に追いつかれてしまった。そうこうしてるうちに
フ。気が鋭く感じられます。あっと、なんか相手が牙を向いてくるようになりましたね。あの、これはファールです。他の選手はもういません。それが熱い、クリアです。これは趣味が本当に強いな、キャピタル東京。強チームだけあります。おっと、これは大胆なセンタリング、サイドリード。ここぞに、ここぞ、ここにかけたクラリスをセンタリング、クラリス、アヤカのセンタリングですね。これクルミがヘディングで2点目、再び勝ち越し。試合時間あとわずか、緑です。緑が一人、いや一人じゃない、くるくるみと緑のセット、緑が決めました。ダメ押しを3点目。そして試合終了。キャピタル東京に、東京に勝ちました。こちらは大きな勝利です。リバウンド、しかしくるみ、太いサッカーをやりましたね、本日は。後半5分、いきなり乗り降りから今度は右上で同点に追いつかれます。37分、これが決勝点。あやか、ここにかけたという パス、そしてくるみと緑のセット、緑が弾丸突き刺しました。見ながらパスも見事ですね。ボール支配率も高いですね。シュートもこちらの方がリードしてました。
お、ついにこれで首位に躍り出ましたね。残り6試合で首位、実はかなり9点差ぐらい離れて絶望的だと思われてたんですが、9点差ってことはないか。ついに筑波長浜を逆転しました。いますよ、大阪桐蔭、三つどもえです。さあローテはどうなってるんでしょうか。次の強いチーム見ますよ、大阪です。疲れてる選手はいません。弱音は上げない。強いです、見ますよ大阪。まあ、ただですね、見ますよ大阪、かなり疲労管理がガバガバし、ガバガバなのか、主力選手の使用が相当溜まってますね。で、脇の選手はそんなに強くないんで、まあ、つけるチャンスはあると思います。3対2ですが、前回勝ってますんでね。ということで、引き続き、強敵との戦いは続きますが、しっかり勝っていきましょう。ついに首位に立ちました。このままの調子で残り戦ですね、勝ち抜いていきましょう。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします、概要欄に、ブログ、ツイッター、プレイリストを用意しております。ぜひご覧ください。ツイッターのフォローもお願いいたします。サッカークラブ育成シミュレーションからツイッターをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。